ではただいまから斉藤大臣の記者会見を始めます。ことだけからはい、おはようございます。はじめに私から1点、申し上げます。ロシア連邦によるウクライナ侵略を受け、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、3月1日の閣議了解を踏まえまして、ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置に関する輸出貿易管理令の改正について閣議決定をいたしました。4月10日に公布、4月17日に施行となります。また3月1日の閣議了解を踏まえまして、ロシア連邦を原産地とする非工業用のダイヤモンドの輸入禁止措置、これに関する改正告示を4月10日に公布をし、5月10日に施行をいたします。経済産業省としては今後とも国際社会と協調しながら、対ロシアの輸出入の禁止措置の実施に万全を期していきたいと思っています。詳細については追って事務方から説明をさせていただきます。以上です。では最初に幹事長の産経新聞からご質問をお願いします。幹事長の産経新聞の中村です。よろしくお願いいたします。来週の日米首脳会談についてお伺いいたします。岸田総理は GX の推進に向け政策協調を進めたいとの考えを示され、また経済安保も重要な議題になるとお話しされていますけれども、経済産業大臣として首脳会談に期待することを教えてください。また大臣が同行して米政府幹部と協議するとの報道がありますが、その事実関係と、あとそうした閣僚クラスによる協議の重要性についてどのようにお考えになるか合わせて教えてください。首脳会談の内容についてですね、私がお話をするというのは、ちょっと控えざるを得ないかなと思いますけれども、9年ぶりの公式訪問で、ありますし、さまざまな懸案がある中での今回の日米首脳会談ですので、大変重要な機会だというふうに認識しています。経済安全保障をはじめですね、半導体の重要新興技術やクリーンエネルギー、サプライチェーン強靭化など多くの分野でですね、今日米経済協力がさらに進展をしていくということを期待をしています。で、私の訪米につきましてはまだ決まっておりませんので、コメントは控えたいと思います。どうかご質問の方いらっしゃいますか。 NHK さんお願いします。NHK の中島と申します。よろしくお願いします。はい。昨日、自民党の39人の議員に対して処分が公表されました。大臣としての受け止めをお聞かせいただけますでしょうか。まず一連のですね、今回の事態につきましては、一国会議員としてではありますけれども、極めて深刻に私は受け止めています。で、衆議院の任期っていうのは残り1年半となっている現在、今後はですね、処分された方もされてない方も、自民党の国会議員一人一人がそれぞれの選挙区においてですね、しっかりと説明責任を果たして、今度は国民に判断をしていただく、そういう段階になっていくのではないかというふうに思っています。昨日の先日大臣が出演されたテレビ番組の中でも、大臣厳しい処分が必要だという趣旨の発言がされていたと思いますが、今回の処分、厳しい処分というふうに受け止めたんでしょうか。私は厳しいかどうかについては、国民の皆さんが納得をしてくれるかどうかだと思っていますので、先ほど申し上げましたように、これからそれぞれが選挙区に帰ってですね、もう選挙もそう遠くない1年半以内には必ずあるわけですから、そこでご判断をいただくということではないかなと思っています。よろしいでしょうか。はい、では以上をもちまして会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。